どうもザーさんの質問動画の96にて、好きな動物がカエルと言ってくれた喜びを糧にコロナワクチンの副作用を乗り切ったカエルちゃんです。はははは、どうだ羨ましいだろ。まあ実際バッチバチに熱出てそれどころじゃなかったんですけれどね。てなわけで、あたりは10月初旬月始めということもあってか、声優さんらも決意の季節となりました。今日この頃、今回はかなり刺激的な内容となっております。それではまずこれ、諏訪部純一、怪しい粉を所持。時は9月の28日、最近ランキングサイトにてセクシーすぎる声ランキング1位をもぎ取ったという声優、諏訪部純一さんが、コインパーキングで車を駐車させては後部座席で昼飯をもにょもにょしていた際、警察から職務質問をかまされたことで話題となりました。なんでも諏訪部さん、その際に見るからに怪しい紙袋を所持していたそうで、さすがは治安を守る警察官、後部座席で怪しい動きをしていたであろう諏訪部さんを見逃すことなく、そのいかにもな袋について質問したんだそうです。まあ中身はポテトだったんですけど、しかしここでうろたえないのはさすが警察官といったところ。彼の観察眼がちらりと見えたいかにもな粉の存在を見逃すはずもなく、警察官は次にその粉について質問します。まあその粉シャカポテのフレーバーだったんですけど、とまあ諏訪部さんが車で飯食ってたら警察から職質されたというお話。後部座席で諏訪部さんがポテトシャカってるの想像しただけでちょっとおもろいの、なんかずるいな。ということで諏訪部さんはこうして治安は守られていると警察の働きに関心の意を示したのでした。実際はポテトの袋が職質の決め手ではなく、ただただ走行中に警察から不審者用と勘違いされたというのがよくあるケースなんだそうで、きっと諏訪部さんもそれに当てはまっちゃったのだと思われ、車に限らず声優が職質を受ける事象は結構あるあるなんだそうで、それは現在でも声優さんの話ネタの一つとして広く多用されてきてはいますが、実際職質される側としては決して愉快なものではないということも確か。時々インターネット内でトロされる職質内容には、台本を見せても自分を声優だと納得してくれないケースもあれば、クソほど曖昧な理由で職質を余儀なくされ、かつぶしつけな対応をされたというケースもあったのだとか。まあ中には車でボケーっとしてたら職質くらったと思えば、偶然その警察官がその声優のファンで握手を交わしたというほんわかケースもあったそうですが、何にせよ不快になるような対応はしないでいただきたいものですよね。職質くらったことないので詳しい心情はわかりませんが、次に事務所を退所、そして引退。月の初め、いわゆる初旬にあたる今日この頃、声優らもそれぞれの道を改めて考え直し実行していくがごとく、数々の声優が事務所を移籍や退所を決断されました。声優兼歌手の水木奈々さんは今月の1日に20年もの間お世話になったという事務所シグマセブンを離れ、今年8月に新しく設立されたスタークルーという事務所に移籍することに。約1年前にご結婚され、今は一人のお子さんを育んでおります。現在いろいろと事情があるのでしょうが、今後もチャレンジし続けるとのことです。そしてよっしゃよっしゃわっしょいでおなじみの振り旗愛さん、こちらもオフィス TV という事務所を退所され、現在はフリーとなっておりますが、ご本人も声優として引き続き邁進されるとのことですので、今後も声優業界できらめいてくれること受け合いでしょう。そして次は引退の話。まずは花澤さくらさん。この方は主に月なおゲームで現在進行形でめちゃくちゃ活躍されている声優さんですね。ちょっと息を覗いてみたのですが、タイトルめちゃんこもってました。簡単しか出ません。ちょっと興奮してきました。花澤さんは来年の2022年3月31日付で声優業を廃業とし引退されるんだそうです。もしかしたらお世話になっていた作品があるかもしれないので、今のうちにつばつけとくとでもしましょうかね。そして最後に竹尾あゆみさん。個人的にこの方の引退報告はかなりショックでしたね。現在進行形で竹尾さんといえばニューゲームのユンちゃんくらいしかないイメージでしたが、とはいえかなりカエルちゃんの中では随一の推しだったキャラなので、なんかこうなんとも言えんですね。はい、彼女は9月末にはもう所属していたシグマセブンの退所、そして声優業界引退を完遂されており、もうすでに彼女の声優活動は終了しております。いやー、いい役だったんだけれどな。ユンちゃんなんだろうな、声優で居続けることが難しいとはよく言うけれど、今それが頭に浮かんでくるのなんだかな。何はともあれ竹尾あゆみさん、お疲れ様でした。次に、始球式に声優が大量発生。野球球団である読売ジャイアンツとソードアートオンラインがまさかのコラボということで、時は10月の2日、この日に行われた巨人対 DeNA 戦で声優3人が始球式を取り行い、話題となりました。なんでもピッチャーとしてマウンドに上がったのは我らが松岡さん。でもってキャッチャーボックスには安本さん、応援役兼球場の花役の竹田さんという、知る人からすればとんでもないメンツが登板されたそうです。豪華やな。声優フリークからすればたまらんねえといったイベントだけど、他の球団を応援してる SAO ファン的にはどういう心境になるのこれ。後でこっそり教えて。よく野球球団全体で作品とコラボする現象を見かけるけれど、一球団が作品をと思って言ってしまうコラボ企画ってかなり反感を買いそうな気がするのですが、そこら辺どうなんだろうか。まあこんな感じのコラボは今に始まったことじゃないですし、よくも悪しくもいいところだけを抽出して見られるのがオタク。コラボはコラボ、試合は試合と区切りをつけられて抽象に走らない健全なオタクを目指して、今日も推しをめでるのみですね。もう何言って
てるのかわからねえや。ちなみに翌日10月の3日にはダイヤのエースアクト2デイと称して沢村栄純役の声優である大阪亮太さんが始球式を務め脇にはいたんだそうです。次、公開声優オーディション。まさかの起用。今年の5月末から情報が開示されていた邪神ちゃんドロップキック3期に向けての新声優オーディションですが、ついにその結果が発表されました。参考までに簡潔にこれまでのオーディションの経緯を説明しますと、邪神ちゃん3期に伴い公式は新キャラのエキュートの声を募集、プロアマ不問かつ年齢性別不問という他人類を見ない今回のオーディションには総勢1661人が集結していたんだそうです。そこから1時2時3時とふるいにふるいをかけられ、残るファイナリストはたったの11人。そして時は10月の2日、最終候補者の11人で企画をこすりにこすり切った後、まさかのファン投票の総数でエキュートの座が渡されることに。ちな投票権はグッズを買ったり邪神ちゃんのゲームをプレイするなどで手に入ります。結構いい商売ですね。話は戻って、選ばれた11名の中には声優の卵だったりモデルだったりアイドル、舞台、ボリビアのトリリンガルなどなど、なかなかにこゆいメンツが幅を利かせておりました。そして 25,545 票のうち 7,040 票を獲得したのが VTuber の浅野ゆりさん。彼女が見事エキュートの役を勝ち取ることとなりました。うおう、ついに V がアニメ声優に。とはいえ今までいろんな YouTube での活動者がゲスト的なポジションでアニメ声優をされているのはたまに見るし、別段そこまで驚くことでもないのかもだけれど、どうなんだろう。やっぱり舞台挨拶とかイベントは42インチのモニター越しに登場するのだろうか。それだけがめちゃ気になる。てなわけで VTuber が声優として起用されるようになったこのご時世、皆様はいかがお過ごしでしょうか。個人的には今後知名度や話題性を重視しようと VTuber にオファーをかかる時代になるのか、こういったファン投票で声優が決まるシーンが増えていくのか、注目していきたいところではありますね。話は変わって、 VTuber さんをよく知らない方々からすればこの起用をあまりよく思っていない、言ってしまえばずるいだとか出来レースじゃないかといったマイナスな意見もたためだっておりました。まあその大体が投票すらしてないでしょうし、ただ単純に VTuber への嫉妬から来る発言なのだとは思いますが、選挙に参加してないくせして知事の考えに文句言う人みたいよね。まあ確かに話題性という意味でも新参の声優の卵だったりボリビアのトリリンガルよりか16万人のチャンネル登録者を抱える浅野さんを起用したいのではと考えてしまうのもわからなくないし、今回の人気が勝利条件のオーディションでは YouTube というプラットフォームで自分を売ることがかなり優位に働いたのは確かな事実だと思います。今や声優になる近道として V などを通してあらかじめ自分自身にブランドをつけておくのも一つの手なのではないかと錯覚してしまうほどです。とはいえ1時2時3時とオーディションを重ねた上の11人ですので、みんなそれなりに光るものがあったと判断されたことでしょう。その上で浅野ゆりさんが率先して YouTube でイベントの詳細だったりファイナリストとのトークの場をチャンネルでも受けたりと、自分を上手に見せることができただけの話で、ずるいもクソもないと思うんですよね。なんなら票数もそこまで偏ってたわけでもないですし、それよりも今回のオーディション投票券をブースで買った際の特典として配布したり、邪神ちゃんのゲームで配布されたりと、かなりビジネス方面として優秀なことしてるのビビるよね。ただの声優オーディションなのに飛んだ利益を生んだんじゃないでしょうかこれは。 VTuber 起用よりそっちの方が驚いたわ。てなわけで今回も紹介していきました声優ニュース。個人的にマジで竹尾あゆみさん声優引退報告は来るものがありましたね。あんなに魅力的だったのに、難しい世界やでほんま。そんでもってドドンと今回の支援絵です。実態のわからないゆっくり解説ガエルにこんな素晴らしいイラストくれるなんて、物好きっているものですよね。マジでありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 。